ビューリーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ジュンです。こちらはスドラムです。はい、ということで本日は、はい、ユーリーの挑戦状をつって今日はユーリーいないんですけど、はい、ユーリーの曲で、ザラメがユーリーに勝てる1曲を今歌ってもらって、次ユーリーとカラオケ来た時にそれで対決しようか。なるほど、後日ユーリーくんがそれを潰すという。そうなるほどなるほど。まあ本人ですから、うん、まあ、ザラメ自信のある曲は何ですか？恋人じゃなくなった日です。なるほど、超いい曲、超いい曲ですね。ユーリーも強そう。まあでもそれをちょっととんでもない数字届き出してもらえればね、うん、そしたら本人も多分本気になるから、うん、そうだね、本気でいきます。じゃあまあ早速歌っていきますか。はい。今あいちゃんいた。筋肉を上げて。何？筋肉を上げて。筋肉を上げて。筋肉を上げて。ゆりチャンネル。はい、じゃあ早速いきますか。いきますか。はい、初めて会った日、手をつないだ日。キスをした日、喧嘩をした日、一年記念日を忘れてた日、些細なことも覚えると決めた日、カレンダーに増えていった記念日の数だけ、愛しくなるほどに怖くなっていたり、別れようと思ったり、本当に別れたり、もうこれ以上記念日は増えないんだね。忘れようと思ったり、思い出してしまったり、恋人じゃなくなった日。完璧だ。完璧じゃん。めちゃくちゃいいの。はい。どこかで会えたらなんて思った日、本当に再会した日、あの時ごめんね謝った日、君が買ってた麦が眠った日、愛しくなるほどに怖くなってくけど、出会えたことが幸せと感じれた日、君を一人にしない心に決めたその日、いつでもそばにいたい心届く場所でさ、家族になろうと君に誓いを立てられ、どうでしょうか。うわっ、おっ、うわー、すごい、やったー、すげえな、やっぱりダメ、ね、いい感じ。 95.14 だ、すごいね、よかったー、やっぱすげえわ、絶対勝てると思う。さらっと言うね。じゃあ煽りお願いします。ユーリ見てるか、来いよ。おいおいおい、煽り慣れてねえんじゃねえか、ザラメ。誰があれですよ、した、まあ監督、そうだよ、ね、
言わせてる感もするだろう。まあ、ザラメとユーリンってのはそうですね。まあそうだね、まだまだ、あれだなんだ。ちなみに、あいつ何歌って何点？恋人じゃなくなった日を歌いまして、95.147 95.147 射程圏内です。圏内なんだ。圏内だ。マジ98まではちょっといけんだよ。見たこと。じゃあ逆にオリエのやつが95点安いんだったら、その辺のやつらよりプラス3だろうやって大体。だから98点はいけるし、96だったら99いくし、全部射程圏内。本人ボーナスでしょ。本人ボーナス、本人ボーナス、本人ボーナス、また伸ばしてやる。そうだね、恋人じゃなかった日やって。うん、その曲結構得意。お前の曲で。行っちゃっていい？行きましょう。行きましょう。オッケー、行けそうだったの今。結構ウィスパーだったね。そんな曲だっけ。早いな。初めて会った日、手を繋いだ日、キスをした日、喧嘩をした日、一年記念日を忘れてた日、些細なことも覚えると決めた日、カレンダーに触れていた記念日の数だけ、愛しくなるほどに怖くなっていた日、別れようと思った日、本当に別れた日、もうこれ以上記念日は増えないんだね、忘れようと思った日、思い出してしまった日、恋人じゃなくなった日。しっかり勝ちに行ってんね。はい、どこかで会えたらなんて思った日、本当に再会した日、あの時ごめんね謝った日、君が買ってた麦が眠った日、愛しくなるほどに怖くなってくけど、出会えたことが幸せと感じれた日、君を一人にしない、心に決めたその日、いつでもそばにいたい、心届く場所でさ、家族になろうと君に誓いを立てられ、入りまくり。うん、さすが。これで負けたら笑っちゃうけどね。そうだね。これで笑ったっけ。マジで負けた。ダブと一回戦うよ。マジで。あ、これやばいよ。あ、まあでも、まあまあ。勝ってるの。勝った勝った。ああ。0.5 点ぐらい。ああ。ちゃんと勝ってくるのやべえな。つか普通に。まだまだないですから。うん、直接やったら負けそうだね。え？チェバカ。ロッキン終わり。
かっけえかっけえな、ロッキン言葉はね、ロッキン生まれたもん。まだ本当の力あるの？本当はもうマジでもう何なの90点台いってっていう感じ。いや100までいけるから。何言ってんのこっちがあんたが何言ってんのって感じだけど、今までロッキンだったね。うん、まあロッキン時点にこんな空振りしてたらそれ頭おかしいけどな。誰かこいつらぶっ倒してくれ。急いすぎんのあんた。あ、この前半の動画1ヶ月以上前に撮ってる。やっとトラブルが来た。多分ね、ヨーダの髪型変わってる。でもさ、思うんだけど、まあ結局このチャンネルメンバーに俺らってやつにね、俺らでやる。いや、まあでも笑いよのさ、ワンチャンタッチ。確かにね、逆にね、知らねえもん。知らねえもん。忘れた。ふざけんじゃん。あんなもん、あんなもん一回も歌ってないレベルだもんね。そうだ、あれだったらワンチャン勝てる。よく他の曲とかで、その作曲有利って言われるとマジ超嬉しいかもしれない。笑いよだけ、その作曲の話頼むからなるな。お前ふざけんじゃん。ふざけんじゃねえ。3曲目入るの、その待ってな。こっちには見ないか。お前純の方には任せてるけど、俺の方は任せてない。なんで冗談なんだ。なんかいいの考えた。まあ、お願いします。まあ、そんな感じで、はい、いつでも挑戦待ってますよ、チャンネルメンバーから。別にやりたかったんですよ。別にいいの、いつも勝てる気がする。マジで、わかりました。そんな感じで、今日の動画はい、じゃあ、グッタ、まさか、皆さん、また明日。あの二人、あんなエロスなこと言ったの、謝らせんが、実はね。お前、俺の前の見方、俺はバイバーイ。チャンネル登録お願いします。